どうも、サトジンです。今回はニュースーパーマリオブラザーズ U ハテナブロックチョコを4つ買ってきました。これを前日売り切れたので、そこにこれが置いてありました。この大きさでなんと105円です。安い。中にはマリオたちのチョコとおまけシールも見逃せないぞと。それでは開けていきます。ギリリパカン。お、かわいいキノコ。プルプルプル。中には5個のチョコレートが入っております。マリオ、おまけシール、無敵マリオ、スターを取った時のマリオですかね。無敵マリオ。2個目、開けていきます。ビリリパカリキノコ。中には5枚チョコ、そしておまけシールがルイージと風船チビヨッシー。クソかわいいチビヨッシー。ブン。3つ目開けていきます。ビリリキノコ、おまけシール、でんトッテン。かわいいね、トッテン。最後ビリリキノコからのおまけシール、マリオと光チビヨッシー。現在マリオ Wii U が発売中ですね。一つだけね、これを食べてみましょう。どんなチョコレートの味がするのでしょうか。見た目はただのチョコですね。ヨッシーの卵、いただきボス。だいぶ美味しいチョコレートです。結構甘くできてますね。美味しい。はい、今回はこの4枚のシールが出ました。1枚目無敵マリオ、2枚目ルイージと風船チビヨッシー、3枚目マリオと光チビヨッシー、4枚目はトッテンでした。ちょっとね、面白い箱だし、シールも入っているので、気が向いた方は買ってみるといいかもしれません。マクドナルドでもハッピーセットでおまけがマリオがついてきます。この前買ったのでこれをゲットしました。それではマリオのジャンプでお別れです。さようなら。